皆様こんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南エイジクリニック新宿本院院長のドクター笠井と受付カウンセラーです。前回もお伝えしましたが、7月27日水曜日8時から生配信を行います。今回はですね、AGA 治療で、薬の治療をしてない方と外用をしていて満足していない方、これでいいのかな、もうちょっと何かいい治療ないかなという方にですね、アドバイス、そういった内容を考えてますので、ぜひ、今薬飲んでてね、治療してこれだけでいいのかな、あるいはずっと治療してきてまだ効果に満足してない、もうちょっとなんか良くなってたんだけどちょっと頭打ちだなとか、何かそういうことで悩んでる方は特にですね、おすすめするですので、ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。それでは本日の内容ですが、今 SNS で話題のシルクキャップについて笠井先生から解説していただければと思います。はい、シルクキャップですね、シルクのナイトキャップですよね、流行ってますよね。シャンプーとかですね、そういうヘアケアっていうことにおいてじゃないかなと思うんです。で、 AGA というのは、病気なので治療が一番重要なんです。でも、じゃあその人にとって、患者さんにとって、お客様にとって何が重要かというと、やはりその人のライフスタイル、人生なんですよね。ですから別に、病気といっても髪の毛がちゃんと生えてきて、そしたらですね、パーマかけたいなとか、色染めたいなとか、そして髪の毛守って髪型守りたい、綺麗な髪の毛でいたいと思うんですね。でそのためにはやはり、ヘアケアが重要になってくる。ヘアケアだけをしていても残念ながら AGA とかですね、美満性脱毛っていうのは治らないです。でも、治療をしていたからといって髪の毛がサラサラになったりですね、髪型が綺麗になったりするわけでもないので、私は両方とも重要だと思ってるんですね。で、ちゃんとお薬を飲んできちんと治療してくれてるということを前提で髪の毛を、ケアしてくる場合ですね、これはですね、やはりこれも個人差があって、絶対にナイトキャップをかぶればいいかどうかという問題ではないと思うんですけど、例えばナイトキャップを今までかぶっててよかったな、保湿になる、あるいは髪の毛をこう、切れ毛から守ってくれる、そういう意味ではいいと思うんですね。ただかぶっててやっぱり蒸れちゃうとか、それから寝にくいとか、寝心地が悪いとか、そういう人がわざわざ無理にかぶる必要はないかなと思う。でも多分シルクのですね、下着にしてもパジャマにしてもやっぱり気持ちいいですよね。ただ好き嫌いありますよね。私どっちかというと苦手で、ちょっとツルツルしすぎてで、どちらかっていうとガーゼとかそっちの方が好きなんですけども、やはりシルクの食感が好きな方はいいじゃないかと思いますし、もし被るのが嫌だったら保湿にはならないんですけど、枕カバーをシルクにするということによっても、こう摩擦は防げますよね。そういったご自身にとっていろんなもの、いいものを試してみればいいんじゃないかなと思っています。悪いことはないと思うんですけど、絶対にしなくちゃいけないというものでもないかなと思いますね。はい、はい、どんなものでどうでしょうか。はい、ありがとうございます。でこの神チャンネルでは AGA についての解説や皆様からのご質問にお答えしています。わからないことがございましたらぜひコメントをお願いいたします。この動画が良かった、ためになると思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。